国をもらいに来たぜ。大政殿にそこに剣士郎の封印を何か何そのしねえ今日凱王様を裏切ったそれはまいつりをすることになるが、安全な道を進もう。今の今日の状態ではこの流差は越えられぬ。あの跳ね橋を通れば流差を避けられよう。俺が橋を下ろしてくるから待っていてくれ。
封印を解かねば。よし、俺が先に大聖殿へ行こう。あんたたちは待っていてくれ。すぐに助けをよこす。あなたはどんどん危険なところへ行ってしまう。それを止めることができないのなら、連れて行って。ここが、北斗宗家の大聖殿。今日もケンシロウも、ここで生まれ育った。誰だ？海王！赤シャチといい。親子揃ってこの海王に砂をかけるとは。たかが小虫にこれほど怒りを覚えたことはない。レイヤ、逃げろ。ボツボツ死ぬか。剣の底が見えたわ。危険の鍵が女人像とは少し。女が鍵というなら、その女どもからぶち殺してやるわ。待て、俺はまだ戦えるぞ。ならばそこで己の無力を知るがいい。レイヤー、逃げろ。レイヤー、仮にも北斗流拳を学びし者が女ごときに命を捨てるというのか。その腐った心情はもう見るに耐えぬわ。死ねえ。俺はお前の命一つら守ることができなかった。な、何？女人像から涙が。また なぜ鍛えたはずのシャチが。
女人像、シャチの朽ちた体を突き動かしているようだ。しかし、シャチごとき小虫、当然この海王の敵ではないよ。仕事に組みするか。もう俺の血が汚れているという。シャチの体を国家美人に打ち砕いてくれるわ。シャチではなく、宗家の亡霊どもであった。いいだろう。ケンシロウに組みするならば、そうするがいい。俺は、封印を解いたケンシロウを倒してみたくなった。北斗神拳の究極奥義は、愛。ならば、北斗流拳の奥義は、悪。支配することを今こそ教えてくれようぞ。女人像が俺に力を貸してくれた。おかげでお前を守ることができたようだ。最後だ。一つだけ聞いてくれ。俺があの時なぜ心を捨て
お前の愛を捨て羅刹となったのか。俺は密かに私塾を開き、愛を子供たちに説くお前が好きだった。だがこの国ではその行為はあまりにも危険すぎた。そのままではいずれお前も修羅に捕まり殺されていただろう。それだけは、俺はお前のそんな姿だけは見たくなかった。だからレイヤや子供たちが安心して生きてゆける世の中に、お前が殺される前に少しでも早く俺の力で変えたかった。分かってほしい。俺の流し続けた血は全てお前のためだったことを。シャチ。だがもう心配はない。剣の封印を解く者が愛ならば。そうだろう。剣の情愛はこの俺よりはるかに深い。レイヤ、俺の血はもう枯れてしまった。シャチ、シャチ、ありがとう。私は今こそ胸を張って愛を語れる。姿は天、北斗宗家の象徴、この女人像とシャチの心が私を守ってくれました。俺を呼び寄せていた声が、この女人像が俺を。では今日の言う封印を解く鍵はここに。ケン、何か文字のようなものが刻まれているわ。これが封印を解く正当か。ケイン、そこに記された文字を解読する力はお前にだけ隠されている。飛行司法輪をつくがいい。その時その力は意識の底より湧き入れ。オウム柱、マヌパラヤ柱、リドメパワサルバ、サルバカルマチターン。お前はそこで一人の男の生涯を瞬時に体験するだろう。ケイン、その男と共に人の世の限りなき悲しみに涙するがいい。そして天を突く怒りに身を震わせるのだ。そして最後にその男の大いなる遺言を伝承するのだ。その石柱には一体何が。北斗神拳創始者の清絶なる章、そして大いなる遺言が刻まれていた。では北斗宗家の封印はついに。どうやら海王の居場所を指し示しているようだな。シャチ、俺のなすべきことはすでに見えた。お前の死は決して無駄にはせ。